どうもゆうさです。はい、さあ、私ゴルフ大好き、そしてマリオゴルフ GB 来ましたね。こちら勝負してみたいと思います。マリオゴルフはもう苦い思い出があります。はい、まあ、リベンジってことになるんすかね。行こうか。ストーリーがあるんかな。キャラセレクト、ここに新しいキャラクターを作ります。一応ルイージとマリ、うわマリオ飛ぶな、おいドローで。ルイージ飛ばんな、ほんでフェードで。まあでも僕ぐらいっすよこれ。いやでもこれキャラクター作れるんやったら、オープニングでなんかね、普通の人らと変なやつらとあったもんね。これ自分を作れるんかもしれんぞ。おお、来た来た来た、男ですね。はい、男です。キャラクターを選んでください。どっち、これどっちか言うたらどれ。究極の選択すぎひん。こっちかな。利き腕は右ですね。はい、そんなんも選ぶよね。おーおー、あでもまあまあ僕っぽいっちゃっぽいですね。飛ばねー、飛距離これでいいですかって言われても、まあ、持ち球はドロー。高さは結構僕ボール高いんやけどね。これって毎回変わんのかな。ちょっともう一回やってみようか。選んでる量はそんなに多くないんですよ。これでランダムとかではないのかね。ないっぽいですね。こうなるんやね。オッケーオッケー。じゃあまあこれでいこうか。はい、飛距離は205ヤード、まあ、あんま飛ばないですけど。え、ジョー誰やねん、ジョー誰やねん。この勇者にしとこうか。うわこれ嬉しいな、自分のキャラでできるんや。あのクソおじさん使わなくていいんだ、嬉しいね。いや猶予がないよ。頑張ってください。最高のゴルファーになるその日まで。はい、オープニングでもね、ゴルフはねやめられなくなる、取りつかれるっていう感じでしたから。もう面白いからね。うわ、カクカクしてる。よく来たね、イベシャ。なんか歯出てる、あ支配人的なやつかな。今日からは君も我がクラブの練習生だ。先輩の助言をよく聞き、立派なゴルファーになってくれたまえ。歯が出てんな、おい。それでは勇者に我がマリオンクラブの勲章を紹介します。え、焼けてはりますね。私がマリオンクラブの専属プロだ、よろしくな。いいね、研修生としていくんやね。でもなんかマリオの絵が描いてあるね。あ、ゴルフ名人のマリオこそゴルファーの憧れ。あー、マリオに憧れてゴルファーを目指す気持ち、思ったことない、マジで思ったことない。君が強いプロになればきっとマリオはやってくる。怖いな。ぜひ頑張ってくれたまえ。そういう感じだね。風来のプロなんや、マリオは。私はマリオンクラブのキャディーマスターです。困った時にはコースの責任者である私に相談してください。白いな、顔。あいつ横顔マリオですよ。あいつも勇者頼んだぞ。あいつ横顔マリオじゃない？これちょっとネタバレなんじゃない？これ。あいつが帽子かぶったらマリオなんじゃん。ゴルフが上達するのでマリオンクラブの施設は自由に使うがいい。クラブハウスを選べばいつもここに来られるぞ。ほう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 。本格的やな。なんか、めちゃくちゃ進化してますよ。ファミコンのやつとはちゃうな。マリオンクラブハウス、クラブハウスからスタートするぞ。トーナメント、クラブ選手権にエントリー。マッチプレイ、クラブチャンピオンに挑戦。ストローク、練習ラウンドで鍛えよう。トレーニング、選んだホールでとことんプレー。クラブチャンピオンに挑戦。パッツ！ルイージ。クラブチャンピオンちゃうやん。二人いるやん。まあいいか。パッツ！マリオンクラブ、君のホームコースだ。まあ行こうか。いきなりクラちゃんに挑戦ですよ。いきなり。いけるんやね、それも。わでもなんかドット可愛くていいな。まあよくあるパターンですよね。うわー、髪型志村やわこれ。全盛期の志村、ゲージの速さがわからんからさ。一旦見て、一旦見て、素振り一旦して。結構遅いぞ。よっしゃー、ぐしょ。うーん、飛んでないな。
うちの先輩ぐらいですわ。飛んでない。まあまあまあ、でも飛ばないのも武器やしね、ゴルフって。知らない方多いですけどね。うわ、何しようって言われてる。しゃあ、いや僕はね、もう飛距離ちゃうから、アプローチで勝負やから。ちょっと風強いな。3番ウッド狙う？きついぞこれ。ちょっと届かん。直ドラ可能なのかな、試してみるか。ふーん、うわ、ミスショットするとだいぶロスするな。180度3番ウッド乗せてくる。うわ、クラちゃんこれ。風はあるけども、え、うまい、マジでうまい、やばい。ほう、マジか。アプローチモードみたいなのはないんかな。サンドフルショットした子がもね、残り28ヤード。ふーん。うわー、弱い。くー、ねじ込んでパー。ごめんね。8メートル。上り8メートル。よし、ナイスパー。オッケー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 。うわ、曲これいいっすね、めちゃくちゃ可愛い。すいません。あー、オッケー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 です。マッチプレイなんかな、ストロークじゃないんやね、マッチですね。腹立つな。あと9で勝ち？じゃやらなあかんやん。まあええわ、うん、ここならまあチャンス出るっすね。飛距離がないから、やっぱさっきみたいなちょっと長めのホールは厳しいので。ただこれセカンドのこと考えたら気がね。お、パワーショットいけるんや。ここ狙うか。いや、そんな爆打をする場面じゃないな。こっち狙っといて。ふーん、フェアウェイでお願い、フェアウェイでお願い。セミラフ。うわ、あいつ、いや無謀やぞ、それは無謀。うわ、ナイスショー、グッショー。これ当たった、ホレミー。いや、こいつマネジメントはダサいな。え、どこ狙ってんの。だからあかんで、4番やん。うまい、うまい。嘘でしょ、嘘でしょ。え、そういう感じの戦いしなあかんの、このゲームって。負けるか。よし、悪くない。くわー、これで負けな、マジかよ。クラちゃん、オナを譲ったな。ニアピンホール、あ、そうか、でも狙ったところ分かりやすいから、こっちも参考にはなる。3番アイアン全然止まんな。3番アイアンで150で止まんな。待て待て待て、グレイト、エースやで、もう早エース寸前。いや、これ乗ったけどぐらいの感じ。うわ、乗ってもいい。赤赤、ニアピンも取られて、ちょっと転がす感じでいきたいから。パターは多分でもラフ食われるし、アプローチモードいけますね。アプローチ、アプローチ、ノーマルって感じか。
いやちょっと待って、ピッチ9番8番ぐらいでアプローチしたいね。転がして叩き込む感じでいきたいのよ。グレイト、いやめっちゃうまいんすけどね、めちゃくちゃうまいんですけどね、マジでマジで。ゴルファーとしてはですよ、ゲーマーとしてはあかんねやわ。外すわけないもんな。まあまあまあいいよ、まあまあいいわ。いや悔しい、決して悪くないプレイをしています。チャンスはきっと来る、ここは耐えよう。チャンスはきっと来ます、ドラゴンホール。92ヤード、よし、これパワー使ってドラゴン取ろうか。取ったからどうっていうのも分かんないですけど、さっきもニアピン取られたしね。オッケー、よっしゃ、ドローで飛んでってる。あ、飛んでる飛んでる飛んでる、めっちゃ飛んでる。よっしゃ、ドラゴンゲット。なんかボーナスくれへんのかな、ドラゴンで。よっしゃ、一緒です。あれはなんかちょっと丘みたいになってるってことを言ってるんですかね、あのちょっと立体的になってるのは。スゾーンは無理やし、まあ打ちやすいとこ運んどくって感じやな。ふーん、ナイスですね、ナイスですね。うん、よし、89ヤード、完璧やね。風もないから。ただこいつもいいショット、うわーいいショットやわ。ナイスオン。パターはそんなに上手くなさそうではあるんだけども、そやな、ちょい調整が必要な感じか。ちょっと強い、ちょっと強い、当たれ、スピンスピン、赤赤。いやこれもパターですね。気持ちいい、マジか、外した。うわ、チャンスやった、勝てた。これは勝てたな、むちゃくちゃ悔しい。18ホールやんのかな。まあまあいいっすけどね、最初の練習としては。よいしょ、これ気に当ててくれるのを願うしかないな。いやまあまあコースとしては短いのでチャンスはあるっすね。グリーン方向が見えないんですけど、この辺でいいんですよね。こいつより飛距離を勝ってるからね、ほら、負けてっからもう。あそこ123、え、オーバーやろ、これはオーバーやろ、これさすがにオーバーですよね。うん、まあバーディーはないやろ。左サイドでも乗せたらめちゃくちゃ良さげなんよね。風が 2m、 左サイドやったらほぼバーディーは確実。インパクト緩むとむちゃくちゃ弱くなる、なんなんこれ。マジかよ、インパクト弱むだけであんなになんの。
うわ止まる。まあこれもそう悔しい。まあすぐですよね、もう芝的には。すぐ打つのが難しいんだけどね、本来は。あのパーだけでもすごいっすよ。 2.1 メートルってほんま入らんからね。なんあれ、風が強いってことか。それを示唆してたのか。インパクトがめっちゃ大事っぽい。インパクトが緩むと急激に飛距離をロスする。これね、どれぐらいロスするか。あーでもそうでもない、こっちやと。だからそこがランダムなんでしょうね。かなり乱数が入ってくるんでしょうね。バンカーは狙って150ヤードで打ってきてフルショット、これかなり参考になる。やばい、うわーもうバーディーやなー。これはこれは外しとらへんでしょう。同じことをやらないといけない。これぐらい打たなあかんね。よし、よし、まあ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 、グリーン乗せときゃ。いやほんまインパクト緩むことを想定してやってしまった。ドゥラドゥラドゥラ。曲が、あずだ、パタ下手や。こいつパタ下手やね。優しみが来てんのに、くっそ肝心のパットが入らない。パットが入らないのはセカンドが悪いからです。正直セカンドが悪い。縦に風が強いドラゴンホール、460ヤードなので2人ともパーオンはないっすね。パーオンじゃない、2オンはないっすね。よいしょ、グッショーです。ただそんな無理するところではないけども、まあパワーショットは使っていこうか。風もありますし、しゃあよし、結構アドバンテージ取ったぞ。フェアウェイキープ、ドラゴンゲット。何？ドライバーや。直ドラ打ってくる。しかし全然飛んでいない。風もありますからね。まあ確かに球低く打ったっていうことなんやろね。おっしゃー、いったんじゃん。惜しい、よしよし、イーグルある。あ、乱れた乱れた乱れた。初めて結果ええとこ落とすな。結果的にはええとこ落とさはるね。いやこれ風でね戻っちゃう多分。7番アイアン、6番アイアンぐらいでもいいと思う。風の影響を受けない30ヤード落ちたいんですよ、僕は。すげえ。いや、これでいいでしょ。ちょっと、ちょっといったな。そんな飛ぶ？ジャストでいったからか。やめろ、やめろ。いや、大丈夫。これ入らん、これ入らん。弱い、弱い、弱い、弱い。よし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 、ここ決めたら勝ちですね。強気でガツンといけば入ると思いますよ。そこまでの、うわー
もうあんなほとんどなかったんか。いやもう下手やわマジで。パワーショット2回使ったのに、また相手が下手やとか言って、こっちが下手やんけ。めっちゃやばい、追い込まれてる。1個も勝てん。141、ええとこですね。あーピロンできたけど、ピロンできたらこれオーバーでしょ。フォローもあるし、これオーバーですよ。ピロンできちゃった。よし、それピロンできたらオーバーなんだよ。ここでピロンを出すしかないってことです。僕はノーピロン、クソショート。砲台にさえ乗らない最低のクソショット。よかろう。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。ここはしのごう。嫌な予感、嫌な予感。よしよし、危ない危ない危ない。ピッチング使っとるなあいつ、うまいな。普通にうまいっすよあいつ。いい勝負になってんな。くそ、まあ、ショートパットやっぱ外さんすね。あ、長い長いパー4。よこれでセカンドはね170残るでしょ。こここそパワーかね。残り何回使えるんやろ。パワー6って書いてるけど、あと6回ってことなのかな。こここそパワーやで。ずれた。なんとかオーバードライブして、まあ、残り140ぐらいまで持っていけた。158、177とだいぶ違うからね。引き込んで、いや良さそう。距離は完璧じゃないかこいつ。うわー、うまっ。3番打ったですよ。プロなれるわあいつマジで。インパクトはあった。うそ、オッケー。よしよし、沈めよう。カップ左端いっぱいぐらい。強気。よし、ど真ん中ぶち込み。オッケー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 。さあどうだ。まあ外さんかこれは。外した。シューよっしゃー、ついについに一勝きました。ハーフターン振動マジで。あ、でも一緒、一番ホールと一緒やな。ここ乗せるとチャンスなんだやろね、これ。よし、こういうゲームならではのね、攻め方。これ残り104まで持ってけた。そっちだってキーも危ないから。よいしょ、こいつも持ち球ドローかな。ドローっていうのはちょっとだけ左に曲がる球です。さあ2番アイアン、2アイアンで、うわこの風の中2アイアン打ってくる。しかしエッジ、チャンス、チャンス。いやだいぶアドバンテージあるよこれは。乗せれ8メーターでしょ。
よっしゃ完璧じゃないか。よし、きた。きたぜ。これでもちょっと難しいですね。左、カップ左いっぱいって感じかな。嘘でしょ。軽く流し込んできやがった。めちゃくちゃ軽く流し込んできやがったぞ。カップ左いっぱいで、よしよしよし、オッケー。なめてんじゃねえよ。よし、大丈夫大丈夫、チャンスは来る。これはパワー使う必要はなし。とりあえず普通にフェアウェイに運んでおこう。あ、でもレストに410、あ、そうかそうか、ショートカット的なことをすればってことなのかな、これ。一瞬パーオン、あの、ごめんなさい、また間違えた。2オンいけんのかと思ったんですけど、方向的に、あー、右狙ってくってことっすよね。それはさすがに無理ぞ。ナイスショーです。あー、ナイスショー。残り98につける。仮にやけど、こういうルート取ればってことっすよね。これいけたかもしれんってことっすよね。でもパワーショットまだ使えるっちゃ使えるのよね。まあでもいらないですね。とりあえずここでいいかな。花道方向打っとけば。インパクトが緩んだ。まあお互い3打目勝負。風の計算を入れつつ、フルショット緩んだ。届かへん。あ、一応届いた、一応届いた。よし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 。ほとんど下り、あ、上りは上りやから大丈夫とは思いますが、ナイスショット。ナイスショットがナイスとは限らない。オッケー、外れてラフ。そうなんですね。よしよし。もうカップ左いっぱいで打つわ。で強めに打つ。外してもた。大丈夫かな。グイ、ねじ込んだ。ルー、よし、追いついた。ついに追いついたぞ。おっと、知らんな、これは知らんな。似てるようでやっぱ違ったんですね。風は7メーター。4番ウッドか。ウッドになるとちょっとそこまでは飛びすぎる可能性がある。ちょっとオーバーしたかな。風の影響は多分受けにくいんですよね。球が低くてスピンもかからない。難しいな、クラブ選択。パワーで、アイアンでパワーで打てばよかったか。まあ、こいつも同じことやらかした。オーバーでしょう。クリーンエッジ。僕はもうこれパターでいいかなと思うんですよ。ロングパッド、10メーター、フル10メーター打つ。30にして、うわ、めっちゃ食われる。いやー、めちゃくちゃ食われた。あ、やばい。あ、大丈夫、上に外れた。結構ラフ食われるんですね。これはまあ勉強になりました。一ついい勉強になりましたわ。 OK、 今後のね、今後の
さすがに外さんはな。ナイスパー。346ヤードパー4。そうそう、勝負に行きたいホールではあるので、パワーは使っていきますね。219ヤード、木の方打て、木に打て、木に打ち込め、よいしょ。動揺は見られへんな、さすがクラちゃんやな。これ参考になるのはでかい。2番アイアン159であそこに打ち込む、いやもう結構右行くんちゃうかな、それやと。おー、うまいうまいうまい。うわー、でもバンカー、セミラフバンカーでよくない。今のバンカーでよくない、むずい。グリーン乗るのを最優先でいこうか。 OK、 完璧でしょ。よっしゃ来た、チャンス。よし、転がり込んだ、我慢してた。よし、これを決めてくるようなことがなければ、よっしゃ、そんな奇跡はそうそう起こらんて。慎重にね。 OK、 サニーリードした、リードした。そしてオーナー、向かい風が多いな、上げてんのよね。この辺まで運びたいっすよね、できれば。気を完全に無効化したくて、そう、ここまで行けばちょっと距離足りないと気が邪魔になると思われるんで、ここはパワー使いました。ほら、ちょっと足りんかったら、これ結構多分球風でね、ほら嫌な位置に気があるよ。君何番使う？残りは200余つ。あ、刻み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 や。よし、チャンス、マジでチャンス、これはマジでチャンスです、チャンスです。3番打ったらダメ。まあもう4、これやな。もう正直ちょっとオーバーは、いやーむずい、距離の調整が非常にむずいです。3番でちょい池はめた、終わりやしなった。まあまあフルショットの池はない、池はないけど、こんなもんで。よし、ツーオン。もうまっすぐでいいんじゃないかな。ちょっとだけ上かな。これ寄ったね。あ、でも数あるから。おっと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 、おっとっと、おっと。やめろ、やめろ、やめてくれ。よしよしよし。大丈夫大丈夫。ピッチングなら大丈夫。やめてくれ。うまいな。しびれる。しびれるね。足りないと思うんですよ、強さがね。しびれたな、今のは。まあまあリードしてますから力を緩めてはいけないぞ。風は右から、右からのフォロー、ドロー玉なんでちょっと風に乗っちゃうのでね。
うわー、ナイスショー、うまいね、ドライバー。こんなもんすか。そこまでの前方向への風はないからな、フルショーでも多分大丈夫ですけどね。ここに合わせてフルショット。ああ、いや全然届いてない。もうこのミスが痛い。これ届くんかな。やっぱインパクトサイドの方やな。そっちがめっちゃ大事やね、これ。ずれまくるんすよ、マジむずい。風あるからね。とりあえずパーは取れると思いますが、これはもうイージーラインやな。外してくれた、外してくれましたわ。これまっすぐ行きます。もう叩き込むだけ。 OK、 よっしゃー。あと3ホール、上がり3ホールです。集中力を切らしてはいけない。風がえぐい。暑い日にやってんね、ほんま。少しでも寄せるか、それともパワー温存するかですけど、少しでも寄せておこうか。おっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。スーパーショットや、これは。全然飛ばへんと思いますよ、方向的に。風に負けるからね。あー、でもそれでもまあ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 、いやでも距離残るでしょ。145、うまい。でも右手前ですね。バンカー入った、初めてのバンカーですね。よし、グリーンオンさせれば相当なチャンスやな。これぐらいでいいっすね。フェアウェイ一番ライは綺麗。普通に打てば絶対乗る。よし、よっしゃー、見たか。オッケー、起こんな、奇跡起こんな。さあ、しゅ、よし、よし、ドーミホール引き分けでも勝ちです。よっしゃー、ドーミホール来ましたよ。ドーミドーミー、曲がノリノリになってきてる。アイアンで打っていくか、風の影響を受けない、これで普通にバスコンと打つか、こっちでいいな。いや、ちょっとこの若干怖いけど、クリークが、まあ、パー取りゃいいっすもんね。ぐっしょ、そう、タイトやな、狙いが。いや、タイトじゃない、左外したんじゃないこれ。ですよね。引き分けでも勝ちなんすよ、僕。よし、限りなく勝ちに近いが、おつでいこう。よし、叩き込む、はい、座り、よっしゃ、オッケー、
初見で。あ、経験値とかあんねや。すげえ。パッツを倒した経験値を獲得します。やったー。いや、そんなん、やっぱりこういうのあんねや。レベル2アップ。飛距離、え、あ、上げれんねや。え、低めとか言えんねんけど、高めにしたいねんけど、なんでどんどんその低めを強くしていくん。言えねんけど、なんで持ち球をフェードにしようとするん。どういうことこれ。え、どういうこと、マジでこれ。まあ、ええか。飛距離、いや、飛距離をやっぱちょっと上げていこうか。おっしゃー、やったぜ。こういう感じで経験値を得ながらやっていくわけですね。楽しい。オッケーオッケーオッケー。じゃあ次回ここから行きたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いします。